乱層海種が手術の直線に消えた大阪府亀江三谷寛子あれはちょうど1年前のことでしたそれより以前から時席、下腹部のホウマン感や重圧感がありさらに左の下腹部に手のひらで触るとコロコロとしたものが感じられるようになったので近所の産婦人科で見てもらうとことにしました 超音波撮影や医師の触診で左の卵巣がかなり膨れていることが分かり疑う余地のない卵巣生みしということでした独身時代に関西の私立医大の付属病院で看護婦を務めていた私はこの病気が投薬などそれより以前から時折下腹部のホ満感や重圧感がによる内科的な治療で治ることがないという知識もありました ましてや通常親指頭台ぐらいの卵巣が直径 7cm 以上にも膨れ上がっているとなるとどんなに運が良くても手術による治療以外に道はないだろうと思い全身から力が抜けていく気がしました案の定医師からも炎症剤と鎮痛剤を相手取っただけで次に痛みがさた時はすぐに手術で取らなきゃダメです この病気の治療法はそれ以外にないんですと言われまた気休めに一週間ほど様子を見ましょうとも言われました看護婦時代であれば職業意識もあり何の疑いもなく手術を受けたと思いますがその後に母を胃がんで亡くしてからは現代医学のいかに無力であるかを痛感させられ手術に対しても何か信用し難いところがあり 素直にに受けれる気にはなりませんでした。それに今は幼い2人の子供や仕事に追われる主人もいる家庭の主婦ですそんな簡単に入院などできないと思いましたいろんな思いを頭の中に巡らせているそんな折高校以来の友人で長谷部式健康法を実践している人がいるから一度相談してみようと 主人から強く勧められ、一週間後には、手術を受けなければならない身の上を考えると、たかだか健康法程度で何がよくなるのかと思いながらも、万に一つの奇跡が起こるかもしれないと、わらをもすがる気持ちで電話をしてみました。友人は、すぐに自宅に駆けつけてくれ、私の切羽詰まった状況に緊張しながらも、 的確に体、質状態を判断し主人と私に琵琶の温熱法を施してくれました温熱法を施して約10分後私の身体からは爽快なようが流れ出し全身の細胞が不活化されていくのを実感しましたそして都合3日間の琵琶の温熱法を指導してもらい手術と診断を下された4日後に 同病院で超音波撮影検査を開けたところあれほどまでに膨れ上がっていた卵巣ウミシュが4トルくらいにしさ縮みしていたのです直径にして約2分の1体積にすれば24分の1にも縮んでいるではありませんか手術以外には治らないと言っていた医師は驚くと同時に困惑を隠そうともしませんでしたしかし このことを信じられなかったのは私自身に他なりません。実にあっけなく、ま、るで何事もなかったかのようで、何か狐につままれている気さえしたのです。あれほど大騒ぎして深刻になっていたのに、たった3日間でこぐまで好転するなんて本、とうにあっけない奇跡でした。しかも、その奇跡が、長谷部式健康法にとっては、 町別なことではなく自然な結果だと知り二重の驚きでしたそれから一力月が過ぎ腹部の膨れも触診でも感じられなくなりもちろん超音波撮影検査でも通常の大ささになっているとのことでしたその後も三力月をさに検査を受けていますがすべて順調で今でも異常なところは全くありません それどころか、背の膝の裏にあった血管の静脈こぶさえもほとんどなくなって嬉しい副作用があったくらいです。あとで長谷部式健康法を学んでいくうちに分かったことですが、この健康法では体質により両方がれんうので自分自身が意図していない身体の隅々まで健康状態を取り戻してくれるんですね。このの式健康法のおかげで、 にわかに回復し、現在、何の支障もなく生活を営んでいます。振り返ってみると、病気というものは、個々の体質により、それぞれの体質に合った健康法を実践していくことが、いかに大切であるかということを、身をもって学んだと勇気がいたします。最後に、私は、健康の素晴らしさを痛感し、この長谷部式健康法が、 1一日も早く世界中で実行され、1人でも多くの病人が救われますよう、お祈りいたします。